はい、じゃあ、うちの塾に入って、で、勉強して、で、入る前と勉強した後、どう？何が変わった？入る前と入った後で変わったのは、文章を作る力がついたと思いまそうす。だね、だいぶ書けるようになったよね。最初は全然書けませんでした。全然書けませんでした。だけど、まあ本当にいっぱいね、もうとにかく模写書き写したりとかしてね、書けるようになったよね。なんとか。でも前よりは。前よりはね。でも書けるだけじゃないでしょ。書けるようになっただけじゃないよね。書くときに文章を作れるようになったんで、こういざ話すとき、ああ、そうそうそうそ話す文章を作るのもう。前よりは良くなった。そうそうそう、まあ、さっき面接の時も注意点って言ってたけど、やっぱ最初はこう受け答えも話し言葉というか砕けた言い方になっちゃってたもんね。だけど練習していくうちにちゃんとしっかりとした言葉で話せるようになったじゃん。なんとか なんとかなんとか、まあなんとかね、まあ、だからちゃんとできるようになったから受かった。そうですよね。あとはどう、なんか自分なりに頑張ったこととかある？頑張ったこと、ここの塾で、ここで頑張った、ここで頑張ったこと、何を頑張ったかな。いっぱいあるでしょ。まあ書くことだね。 書いて書いて書きまくったもんね。話して、そう、まあ、とにかく量ですね。書いて書いて書きまくる。もちろん闇雲に書くだけじゃダメなんで、でちゃんとどういうふうに書いたらいいっていうのを、書いて考えるこそうとそか。うそう、で俺がちゃんと指導してね、そう書けるようになったもんね。よし、そういうことです。